ザ・ブレイブリーはアメリカ・ニューヨークに拠点を置く5人組のバンド。ポストパンクから影響を受けたダンサブルなパンクサウンドを特徴とする。2003年初めにニューヨークで結成。ボーカルでバンドの中心人物のサムはワシントン DC 郊外のメリーランドで育ち、フガジ、ジョーボックスといったエモのバンドのライブを見て現地のポストパンクシーンの影響を多大に受け、 その自分たちでやるという倫理に感銘した。彼はそれを取り入れて、独自の哲学を作り上げ、バンドに注ぎ込んだ。結成した年の真夏に、ブルックリンのストリンガークラブで、初ライブを行い、本格的に活動を開始。その1年後、ベーアーリング・ロセリーでの定期ライブを、ソールドアウトにした。2005年、バンドは、アイランドレコードと契約し、デビューアルバム、 ザブレイブリーをリリース。バンドは NME の表紙を飾り、ローリングストーン誌で注目すべき10アーティストに選ばれ、全英チャート5位、全米チャート18位でのアルバムデビューを飾った。2007年、セカンドアルバム、ザサン,ンザムーンをリリース。2009年、サードアルバム、スティアザブラッドをリリース。2011年の UK ツアーを最後に活動を休止。 活動休止期間中はメンバーそれぞれ別々の活動を行った。ブルルチッチはモリッシーやウィーザーのツアーに参加。ヒンデルトは自主レーベルメリフィールドレコーズを立ち上げた。コンウェイはワイン醸造家になり、ザカリンは音楽以外の仕事を追求した。エンディコットは新しく始めたザマーシービートというバンドでボーカルを担当し、 ブルルチッチもこのバンドにドラムで参加した。2014年にエンリコットが公式サイトとフェイスブックで声明を発表しメンバーそれぞれが別々の道を歩んでいることと将来的な活動の予定がないことを明かした。2021年7月公式サイトと各 SNS で活動再開を発表した。スタジオアルバムユニバーサルミュージックジャパン ザ・ブレイブリー。ありがとうございます。